ICERIBBONのことを知っているのは世羅よりもつくしだと思ってます。つかさの隣で嬉しいことも辛かったことも自分はつかさの隣にいて乗り越えてきました。そう思ってたのは自分だけだったんですか。キャリア順で言ったらつかさの下はつくしとくるみ、なんでそこを通り越して世羅にアイスリボンを任せますなんて言ったんですか。そこつくしでしょ。自分はすごく腹が立っています。アイスリボンはつくしに任せてください。以上です。ありがとうございました。